さあこんにちは、現在岐阜県の大垣駅に来てます。大垣っていうとね、やっぱムーンライトながらのね終着駅で有名ですけどね、ここは東海道線の他にね、ここの養老鉄道っていう鉄道が走ってるんですね。でまたこの養老鉄道に一駅で終点の列車があるんですけども、なんかね今年の改正から誕生したみたいで、この大垣の隣の西大垣駅に車庫があるんですけども、そこに入宿するような列車が、たまに一駅で終点ということで走ってるみたいですね。ただこれからの時間と西大垣発大垣行きっていうのになんとか乗れる時間ですね。ちょっとこれから西大垣に向かっています。でね、もう西大垣電車の本数が少ないんで、ちょっとこれから歩いて西大垣に向かうしかない。ちょっと歩いて向かいます。さあ今大垣駅からね20分少々歩いてきたとこなんですけど、奥の方にね西大垣駅見えてきましたね。で確かにね家とか会社とかがまあ結構あって車も通るようなとこですけど、ただねこの15時台で西大垣始発大垣行きっていう列車がどのくらい事業があるかは、気になるところですね。一人ぐらいは乗ってんのかな。わざわざね回送だったのを営業運転にね変更したっていうことですからね。さあじゃあ西大垣駅たどり着きました。さあじゃああと5分ぐらいで発車だと思うんで、ちょっとしかも有人駅なんですよね。ここ切符を買って乗っていこうと思います。ちょっとね待合室に来てみました。一応大垣までは200円みたいですね。でここの改札があの電車が着く直前じゃないと開かないみたいで、まだ入れません。あと5分ぐらいで発車なんですけどね。で一応奥に車両基地があって、いろいろね回送列車を動かしたりしてるのが見えます。さあ構内踏切から行くんですね。やっぱり改札をね入ったのは私一人だけですね。一応なんか駅の構内に待ってる人は一人いましたけど、大垣行きじゃないみたいです。一応駅の時刻表が取れなかったんですけども、一応私が乗ってるのが15時38分発の、西大垣始発大垣行きです。ただ時刻表にね当駅始発とかのマークがなかったので、やっぱさりげなく運行されてます。職員さんも3両のうち前の車両と後ろの車両に1人ずつ乗ってるの で中間の車両に私が乗っているということで、まあ1人1両みたいな状態になってます。でもうあれだ、 JR の線路と合流するところです。あっという間のなんか 2,3 分で着いちゃいましたね。一応乗ってきた車両が折り返し桑名行きになりましたね。桑名まで行くんですね。いや一駅で終点でこんなあっけなかったっけみたいな感じであっという間に終わっちゃいましたけど、でもね今養老鉄道の運転手さんにねどちらからいらしたんですかとか話しかけていただいて、とてもねいい時間になりました。またね機会があるときに桑名まで乗れたらなと思います。じゃあね、とりあえず次の目的地に移動しますので、この動画は以上となります。ありがとうございました。あとせっかくのね、大垣駅なんで、1番線にある養老鉄道乗り換え口っていうのがあるんですけど、養老鉄道の切符をお持ちのお客様以外通れませんということで、特に切符売り場も何にもないんで、これ一応自動改札電源入ってるから、ここにね、入っちゃって養老鉄道の切符を持ってないと、この真ん中の島みたいなところに取り残されるみたいになっちゃいそうですけど、これで取り残されたらどうなっちゃうんだろうって感じですよね。ではね、とりあえず次の目的地に移動しますので、この動画は以上です。ありがとうございました。